はい皆さんこんにちはレック公認会計士課の中島ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、本日はですね合格発表後のですね五、えー、月の担当とあと八月の論文の対策についてですね、えー、ガイダンスさせていただきたいと思いますよろしくお願いしますでは早速はいパワーポイントの方ですね開きますはい。 まずトピックを見ていきます。本日行うのはですね、まあ、担当と論文のまず合格率のデータですね。えー、複数年にわたってちょっと見ていきたいと思います。えー、試験の特徴と留意点ですね。担当と論文で見ていきたいと思います。えー、傾向と対策ですね。その後科目別にこちら見ていきます。あとですね、最後にですね、学習の工夫というのがまあちょっと私からのあのアイデアと言いますか。 簡単に紹介させていただきますあとですね最後ちょっと簡単ですけどもレックのおすすめ講座の方をご紹介させていただきたいと思いますはい、えー。レジュメの最後にお問い合わせを掲載しておりますのでご自宅からでもですね受講相談ができるようなこともやってますのでぜひよろしくお願いしますはいはい それではですね担当式試験の合格率データですね、見ていいいいきたいと思う <laughs> どうですかはい、はいはいえー、と令和2年からのですねデータ見ていきたいと思うんですけれども、令和2年の第1回目が合格率が15.7%、第2回目が12.9%ということになっています。はい で皆さん、ぜひです、ね、していただきたいのは担当式試験はまず第1回目である程度の合格者数を確保してで第2回目で調整を行っているように、えー、傾向として見られます。えー、見ていただくと第1回目が1139名の合格者数で私の予想だとおそらく1800名近くの合格者数に累計でなるかと思ったらやっぱりその通り、えー、第2回目が722人と。 いう,ふうになっておりますで合格率もやはり第1回目のが高くて第2回目の方が合格率が低いという傾向にあります。とはいえですね初、えー、学者の方ですね公認会計士の受験をですね初めて始めた方でですね、えー 第2回目、つまり5月の担当を目指すコースではなくて12月の担当を目指すコースの方がいいんじゃないかということであの半年ぐらい勉強スタートするのを遅らせてその12月向けのコースを申し込みされる方いらっしゃるんですけども注意していただきたいのは5月の段階で担当式試験に合格するレベルまであの学習レベルが持ち上がったらやっぱり5月受けた方がいいんですよ間違いなく。 10台ですけど10 12%とかあと8%っていう合格率あるんですけどもあのご自身がやはり合格レベルまで到達できるんだったら間違いなく5月は受けた方がいいですね。あの12月をで合格率高いからといって12月のコースじゃなくて5月のコースで全然適正レベルまで行くのにですね12月のコースをお申し込みされてる方とかたまにいるんですけども。 あまりそういうことはやらない方がいいかなと思います。事実、5月に立ち上がるものを12月にずらすと、あの皆さんのですねあの学習レフェのピークがもう一回間延びしてしまいますから、やはりですね今、適正、我々が提供しているコースで、今、スタートするんだったら5月がいいですよとか、12月がいいですよといった、そのコースをですねぜひ申し込みされて、ごあの受験された方がいいかなと思います。すみません、余談でした。で令和3年なんですけども 12月の試験が中止になったので2月5月の試験のみになりました。なもんでですね、見ていただくと、願書提出者数がここ数年ではありえないぐらいで1万4000人です。で、答案提出者数が9000人、これはちょっとかなり少ないかなと私は思いましたね。で、第1回目と第2回目の合格者数と同じだけの 人数をやはり確保するという予測はやはり当たりまして2000人の合格者数になっています。はい、なので合格率が、えー、あり得ないぐらいの合格率でした21.6%です。でこの前の12月ですね、えー、合格発表がありました願書提出者数が1万2000人で答案提出者数が9900人合格者数が1199名で合格率が12%でした。 ボーダーダが68%です。レックの予想はです、ね、65から67だったのでちょっと厳しめ、我々の予想よりもちょっと厳しめの合格ボーダーでした理由はです、ねえー、と私の予想ですね合格者数1200名を予想してたんですけどもそこは合ってたんですが答案を提出する率がちょっと高かったんですね例年よりも。 なので、答案提出数から見たら合格率はやはり私の予想の15%ではなく12%まで下がったという感じですね。はい、なので、おそらく第2回はですね合格者数はおそらく800人ぐらいではないかなと予測しております。はい、で合わせて2000人になるような感じですかね。はい、で、論文のデータを見ていきますとこんな感じですね。はい 平成30年から見ていきます。まあ、見ていただくとですね、論文の受験者数は、令和2年以外は、もう少しずつ上がってますよね。やはり担当の合格者数が少しずつ増えてますんで、論文の受験者数も増えてるという感じです。ただ、合格者数はそこまで増えてなくてですね、1300人台で固定されています。で、合格率も35%。 この前の前が34になっていますなのでこれを見ていただくと分かる通りやはり担当はかなり厳しい合格率ただ論文はですね3人に1人以上は必ず合格するような合格率を設定してますんでまだまだこの傾向は続くと思いますで事実会計系の業界はまだまだ人手不足です AI の導入とかいろいろ言われてますけどもその導入はまだまだあの進んでないような状況なのかなと思います。四大監査法人とか AI とかを導入したですね監査とかを入れてはいますけどもやはりまだまだですね、えー、人手が足りないような状況があるので、えー、監査審査会の方もその空気を読んでいただいているのか合格者数はかなり安定した合格者数をですね出していただいてます。はい でこれらを踏まえてですね、えー、担当と論文についてですねお話をさせていただきたいと思います、えー、次の5月の担当式試験を受験される方へはい、えー、担当式試験の特徴としてましてはまあ、4科目の受験ですから科目間バランスを気にする人がありますよくいる方が、えー、管理会計論にすごく時間をかける方がいらっしゃいますはい。 私のヒアリングする限り、えー、結構面白い科目であるとは思うんですよね管理会計論ってそうでもないですか <laughs> 私は面白いと思うんですけど管理会計論はやっぱ面白いですしねあと理論とかどんどん深いとこ行くとどん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 面白くなるんですけどもやはりそれはちょっとやめた方がいいですね4科目のバランスを整えるようにしてください好きな科目に語らないように勉強時間とかも調整するようにしてください で全科目理論がございます。ということはですね、理論問題集、まあ、レックだったら一問一答問題集というのがあるんですけども、これを回転する時間が必要になってきます。この5月までの間にですね。なので、計算のインプット系の講義ですね。これは早めに完了して、理論を回す時間を確保するようにしないといけません。 計算は計算で皆さん問題集を解いていると思いますのでそれは日々やりつつ今度は理論の問題集を回転する時間が必要になってくるので計算にインプットとかあんまり時間かけてらんないのでとにかく理論のアウトプットができるようにですね、えー、勉強していかないといけません。で担当は合格率10%から15%ですから、まあ、実は論文よりも全然難関なんですね。はい、でケアレスミスが致命傷になりかねません。 監査論だと20問とかですよねケアリスミス1問でもするとですねもうかなり致命傷になってきますのでケアリスミスがないようにですね、うん、問題集を回して問題を解く精度を上げていく必要があります。8月の論文式試験ですねこちら受験される方へ。へ えーまあ、論文の特徴というよりもやはり担当と論文の違いを見ていただくとはっきりすると思うんですけども4科目から5科目、まあ、実質6科目ですよね会計学というのは財務会計論と管理会計論に分かれますから、まあ、実質6科目に増えますなので担当よりも論文はですね勉強の量と質ともに科目間バランスをですね、えー、気にする必要があります偏らないようにですねあと租税法と選択科目 まあレックだと経営学のみしか選べませんが、えー、この2科目がプラスされますんで担当で学習していないこの初見の科目があるのでこの2科目インプットを早めに終わらせないといけません。あの論文の科目でもです、ね、担当の4科目は学習してるので勉強しやすいんですよ。 ただこの租税法と計画だけは完全に新しい科目なのでこのインプットはちょっと早めに管理をする必要がありますでマークシートではなく答案用紙への記述に変わりますから書く時間がかかりますね今まで皆さんはマークシートを黒で塗るだけの回答時間だったのが文章を書かないといけなかったり数字を書かないといけなかったり実はその時間って結構食うんですよ なので、えー、消去法はままた使えませんよね正しいの2つだったらあの間違えてるのを他の他の部分間違えてるのを見つけて新しいのをあぶ、えー、り出すっていう行為が全くできなくなりませんのできなくなるできなくなるのでどっちが正しいのかなっていうレベルではなくて、えー、もうドンピシャで計算の金額は出さないといけないし理論もしっかりと書かないといけない。 なのでこここが大きなな違いになりますね。これは是非意識して論文のインプット講義答弁とかを解いていただきたいと思います。で本番は1日で4科目担当やってましたけども3日間で6科目2科目ずつやることになります論文は。なので体力が必要になりますから疑似体験を自ら作りにくいんですね。担当ってご自身の家で本番の試験と同じようなことをやろうと思えばできるじゃないですか。 企業法から始まり管理、監査、財務みたいなのを家で時間を計って解いたりできますけども本番っぽいことはできますけどまあ3日間かけてこう2科目ずつやるってなかなかご,ご自身でその状況を作りにくいと思うのでなので当連と模試はまあ可能な限り通学受験がいいかなと思いますはい可能な限りですけどね、まあ、できない場合はなんとかあの個室の漫画喫茶みたいなのを使ってですね えー、その3日間のいわゆる本番の議事体験みたいなのをたまに作ってあげるといいかなと思いますはい。で、当例よりも1科目あたりの試験時間が長いです、えー、財務会計論以外は担当は1時間でしたけれども2時間に変わる財務会計論は2時間から3時間に変わりますから、えー、論文になるとですね、とにかく長時間の、えー、問題に集中しないといけません でさらに1日ではなくて3日と長丁場になりますんで担当よりも単純なミスは増えますこれはどうしようもないですこれはもうどうしようもない担当本資金よりもあのケアレスミス多かったっていう方が非常に論文の受験生多いんですけどもそれはもうしゃあないですみんなそうなんでただそのケアレスミスの,、ね、あの数をですねなんとかこう減らしていくっていう訓練はしないといけませんね あと電卓の打ちミスとかも結構増えてきますんで、はい、確かめ算を1回増やすとかしないとちょっと対応できなくなるんじゃないかなと思います、まあ、理論の記述ミスもそうですしこれ注意してください答案用紙の場所のミス注意してくださいね企業法と監査論って答案用紙似てるじゃないですか第1問と第二問ってなので必ず答案用紙確認して問題番号と合わせてから書くみたいなのを当連の段階でやりましょう で問題集を解く時は最後まで集中して解いてください。あのストップウォッチで時間測るでも何でもいいので、はい、ケアレスミスとか電卓の打ちミスも間違いは間違いですから、はい、問題集を解いて回答を見てあ電卓のミスだったと。でするではなくて電卓,電卓ミスしたよっていうのをちゃんとご自身でダメだな俺って思ってください。 答案用紙にあの電卓打ちミスとか書けないんで間違いは間違い得点は来ないですからねなんでこのケアレスミスと電卓の打ちミス当連やってその採点をした際にそれが発覚した場合は是非ですね、えー、それはやらないように注意できるようにですねまあ私税理試験の方ですけども受けてたのって当連の方に書いてましたね電卓ミスした問題は電卓ミスしたよって解説の方に <laughs> 書いてましたね それだけでもいいのでぜひねやっていただきたいと思いますはいで5月の担当と8月の論文を同時並行で学習される方はいいばらの道ですけどもこれを目指される方ですねはいえっ、ー、と担当に合格していないと論文は受験できませんからそもそもまず担当合格が優先順位1番です論文に時間を割いたせいで 担当回らなかったとか本末転倒ですからまず注意しないといけないのは担当合格優先順位一番これは絶対譲らないで担当式試験の合格率は10%程度ですからつまり答案出した人100人ですねそのうち10人が合格して90人は不合格の試験です担当ってで絶対に油断できない強敵ですこれ何が言いたいかというと担当式試験には ない科目は優先してください、インプット。つまり、租税法と経営学のインプットは全然優先していいです。同時並行でやる方は、租税法と経営学、インプットは優先してやってほしいんですけども、この財務、管理、監査、企業の4科目ですね、担当のこの4科目の知識に、プラスアルファ論文に加えていくっていうような頭に切り替えるしかないと思います。で、学習の状況次第で、担当の学習の状況があんまりよくないと。 自分が思ってたよりもスケジュールがこう、こなせていないという方は担当専念に切り替えることもぜひ考えてください。同時並行の方、担当を受からないと論文は受験できないですからね。これだけは注意してください。で、担当の合格率は10%。なので、同時並行してなんとかね、今年中に担当と論文ね、合格を手に入れたいっていうのはわかるんですけども、 非常に多いのが、両方ともダメだったっていうね。まあ、担当がダメだったらば、論文を受けれないんですけど、そういう方が非常に多いので、えー、担当優先順位1番。で、プラスアルファ論文をやっていくっていう意識に切り替えるようにしてください。はい。では、えー、担当式試験のですね、えー、傾向と対策を見ていきましょう。はい。えー、1科目目。<laughs> 1>, 1日目の1科目目ですね、まあ、1, 日1日目というか、まあ、1日でやるんですけどで範囲が広いです企業法非常に範囲が広いですでインプットの整理とですね問題集が肝になります、はい、試験範囲が広く問題文を読み取るのが難しいですね担当でもやっぱりちょっと難しいですで応用できる基礎学力が重要になります でインプット講座をですね受講して理解した基礎知識をもとに一問一答などの過去問を網羅した問題集を使用して徹底して磨いていくしかないと思いますで一問一答を解いた後できるだけ条文やテキストに戻,す戻ってですね内容や言い回しを確認していくことが重要だと思います条文の言い回しとかで、えー、問題とかが出題されると思いますので そうするとより現場の対応力がつくと思いますので一問一答をただ回すだけではなくてですね非常に問題解いてて明確に自分がこれが正しい間違いだとか言えない問題もたまに出てくると思いますそういった問題は一回テキストに戻ってですね頭の中で知識を整理してみてください細かいですけれども非常に重要です 故にインプット講座を受講して理解して一問一答で磨くという非常にシンプルな勉強方法になると思いますけれども、まあ、これが非常に強力かなと思いますで問題集について正解しても間違ってもですねきちんと理解しながら回転させていくと心がけてくださいあやふやなままではなくてちゃんとこれは何で謝るなのかって説明できるようにしてください <laughs> まあその知識が論文にも行きますからね では行きましょう。次です。はい、2科目目が管理会計論計算は難易度が高いです。傾向としてですね。で、理論は得点源になります。はい、計算問題はボリュームが多い問題であったりまあ、分量は膨大ではないんですけども、質的に解きづらい。あの資料の与えられ方とか、あと問題の読み解き方とかこれらで解きづらいっていう問題が多数含まれてます。近年。 合格ボードは一番管理会計の毎回低いですよね担当って <laughs> ありえないぐらいまあそれはあのもう問題の質的に難しいということですねで限られた時間制約の中ではですね回答が困難なものが多いですなので理論でしっかりと点数を確保できるようにしましょうで計算に関しては 4問って書いてますけども、3問でもいいっていう、あの、回が結構ありますけどね。3、4問を正解すれば、まあ、おのちっていう、思っていただければいいです。で、簡単なものや、見覚えのあるものを確実に正解する必要があると思います。はい。まあ、計算はですね、問題集の回転と、答案でしっかりと、え、対策をしてですね。でも、本番で、ね、難しい、 判断をした問題はですね、えー、深掘をしないこと。この問題は難しいなと思ったら、そこを飛ばしてください。やらなくていいです、そんな問題は。<laughs> それよりも、その問題よりも先にある、皆さんの知識で解ける問題は必ずあるので、その問題に時間を割いていく。で、問題の最後まで来て、時間がまだ残ってたら、また戻りましょう。その難しい問題に。もしかしたら解けるかもしれないから。はい。で、理論はですね、 まあレックでいうと理論問題集の1問1答これを回転させればまあもう OK です、はい、もうアウトプットはもうそれだけでいいんでよろしいでしょうかねで3科目目、監査論ですね、まあ、努力の成果が出る科目だと思いますえ、まあ、とにかく問題集と、まあ、とにかく過去問って言ってもいいですね、はい、出題形式はここ数年は、まあ、特に変化ないですで全20問で,で この12月ですね、この前の12月の試験は正しいものの組み合わせを回答させる形式だけでした。はい、正しい組み合わせを答えようというだけでしたね、前回は。<laughs> まあそういうのが多いですね、形式としてで。受験生の努力の成果が出しやすい問題が多いです。両問ばかりですね、担当は。 なので、インプット講義受講して、一問一答とか、あと過去問題集ですね。どっちでもいいです。で、それを繰り返し問題解いていけば、あとは、当連と模試をですね、しっかりとやって、で、復習すれば大丈夫です。関数論はそんなに恐れる科目ではないと思います。で、これができた受験生、8割以上も多分狙えると思います、担当は。はい。で、えー、単純なだけにですね、問題集の演習量がものを言う科目だと思います。 問題演習量が多い方はやはり高得点を取られているのでぜひ問題の演習量を注意してください合格ボーダーもやはり7割を超える場合が多いのでかなりですね高い精度を求められると、はい、なので一問一答回転させて問題の正答率を上げていきましょうはい担当の最後の科目財務会計論です計算と理論が非常に連動する科目と言えると思います で計算の習熟度が重要ですで理論の習熟度というよりもまず計算の習熟度が重要だと言えますね。はい。え個別問題におけるですね難解な問題が混ぜられたりですねあと総合問題がボリュームが多い、ね、分量が多い問題だったりですねそういうのがあったりします。で難解な問題には時間は使わないでくださいとにかくそこの時間をどれだけ避けるか。 でそれ以外で点数を積み重ねることが重要になりますだ理論についてはですね連結と企業結合事業分離これらがですねここ数年計算処理がそのまま文章になっている出題が多いです何が言いたいかというとこの連結企業結合事業分離は計算のレベルを上げていけば理論も解けるね ことがわかるのでやはりこの分野はですね計算の重要性がとりわけ高いということですねなのでまずは計算ですもうとにかく財務会計論は計算理論はその計算の理論付けであるしかあの根拠付けでしかないですからねなのでとにかく計算をやっていくで日々問題集の回転をしっかりしてくださいで理論は計算を踏まえた理解の方を重視していけば OK です あとですね「通連と模し」て時間の使い方に慣れてください「通連と模し」の段階で分からない問題が出たら難しい問題が出たらすぐ飛ばしてくださいすぐ飛ばす訓練をするなので皆さんは第1問からラストまできれいに解くなんてことはやっちゃダメなんですよ通連の段階であこれ時間かかりそうだなと思ったらすぐ飛ばして次の問題に行く 虫食い状態で問題を解いていって最後までいったら戻っていって飛ばした問題を解いていくこれはあの会計検試権の多分差がというかねあの運命というかそういう作りをするんですね日商簿記検定しかり税理士の簿記論財務省論光りで会計士の財務会計論しかりですね 難しい問題は間に混ぜてきますからそこに時間をどれだけ取られないか、はい、勇気を持って飛ばして次の問題に行くという訓練をですね、れん模試でやってください、はい、では次、論文式試験ですね、はい、1日目の午前中にやるのが監査論ですコスパ最強です、勉強したその量がそのまま点数に反映されると思います。 でその分他者に引き離されてはいけないと、はい、ここ数年の出題形式はですね第1問が理論問題第2問が事例問題という定番でした今年はあすみませんこれ去年ですねもう年変わっちゃったんです、えー、去年はですね第1問も第2問も事例形式でしたまあただ2問ともですね事例がこう深く関わっている問題っていうよりも 簡潔に事例にただ触れるだけでですね、まあ、事例を踏まえなくても普通に記述できるような通常の理論問題だったとで担当ですでに皆さん監査論っていうものは触れてますから学習済みですでさらに監査論はおそらく取材範囲は狭い方だと思います論文式試験で論文のインプット講義とかですね答連の内容を着実に身につけていれば合格答案は必ず作れるようになります それは信じてくださいで合格ラインに多くの受験生が密集するそういった団子状態での戦いになります、はい、あの財務会計論みたいになんか飛び抜けて天才がとんでもない点数を取っちゃうっていうことがあんまりないです簡素論ってみんな同じようなところに集まってくるような感じですなんで、えー、どうすればいいかというとですコスパはいいで東連や模試では 模範回答と比較して間違いや足りなかった箇所を意識して復習すれば合格レベルまでいきますんで、ね、同連解いて模し解いてで模範回答と比較してあこの記述は間違えてたんだなん、ね、で間違えてたんだっていうのを把握するで、えー、文章が足りなかったらその足りなかった箇所をこう保管していく頭の中にこれを意識して復習してみてください。 で、次総税法ですね。1日目の午後です <laughs> 新科目なのに実はやるだけ伸びます。学習を進める優先順位はナンバーワンです。はい、範囲がまあ広いように見えますけども、税理試験と違ってですね。深い論点は出題されません。基本論点だけで点数が取れます。これは総税法は？まあ、一部ちょっと応用論点もたまに出ますけども。基本的に基本論点だけで点数が取れます。 税理試験だと法人税法だけで標準学習時間600時間を超えたりしますんでそういうあのとんでもないものは出ないですからご安心くださいで理論は数行の記述のみです、ね、長い文章を書かせたりしませんで計算は一見総合問題に見えますが中身は個別問題を集めただけですその通りですね、えー、税法って基本的に各論点ごとで減、えーまあ、価償却の 加算減算とかを出したりとかもう個別でこう分けることができるので個別問題を集めただけと思ってください相互問題は基本的になんで相互問題っていう意識をあの全然なくして結構ですで初見の科目のためですね必然的にインプットに時間がかかりますレックの「論文グレードアップ講座」っていうインプットがあるんですけど租税法は30コマありますで計画は17コマですね,ね なのでこの30コマを、ね、早くインプットするように心がけけないといとません、はい、でテキストの説明や基本問題集あと、過去問をです、ね、インプット期講義をインプットするときの段階からがんがん演習すると効率的に点が取れます。 レックの論文グレードアップ講座だとですね過去問チャレンジっていうのがインプット講義の段階でお配りするんですけどもぶっちゃけそれだけ回してれば合格ラインまでいきます、はい、それぐらい過去問ってすごく重要になってきますんで基本的な問題と過去問ですねそれをうまく回していくとで出題可能性が高い論点と低い論点がはっきりしています なんで、レックだと、法人税だと、えっと、インプットが基礎1、基礎2、応用編って3つに分かれてるんですけども、基礎1と基礎2だけで受かります。た、は、だ、い、まあ、応用編にある組織再編税制っていうのは、計算やらなくていいですけども、理論は出たら簡単に取れるので、計算のインプットだけやっといて <laughs>、理論で、ただの説明の理論が、記述が出る可能性があるんで、そこだけは取り入れるようにしていけば OK かなと。はい。 まあ、ゆえにですね、重要性の高い論点をガンガン演習して、で、えー、これで問題を見たときですね、ああ、やったことがない。見たことがないものをバッサリ捨てて、見たことがある問題に時間が割けるようになりますから、ね。えー、これは当連や模試を受験するときにしっかり意識して練習してください。当連解いて、あ、これ何わけわかんないと思ったら飛ばすみたいな。ちょっと財務関係論に似てますけど。はい。なんで、もやったものは解く。 やったことないもの来たら無視みたいなそれぐらいでいいです。でやっぱり基本的な論点をこう回していくと租税法は結構点数取れたりするので、えー、担当から論文に上がってきた人で、えー、租税法嫌いな方非常に多いと思うんですけどもあのぜひ頑張ってインプットしてあげてください。あとまあ先の話ですけどもあのもしねあの税法に強い公認会計士を目指される方だったら租税法はねぜひぜひ 税法ができる方は食いっぱくれないと思います。はい、税理士さんって食いっぱくれないじゃないですか。<laughs> はい。ぜひですね税法はあの得意科目になっていただければと思います。さあ二日目いきましょう。午前中管理会計論ですね <coughs>。やはり担当と一緒です。論文難易度高いです。で計算力の維持が重要です。え傾向としてですね難易度が低い問題と高い問題がはっきりした出題がされています。 で知ってる論点でも難易度が高いため点数が取れないというケースが多々あります、はい、経験ある方はいらっしゃると思いますけどもで広範囲に学習しても点数に結びつかない場合が多いです、はい、で難易度が低い問題をどれだけ精度高く回答するかで一気に合否が変わります難易度が低い問題は計算の場合がやはり多いですあの傾向として なもんで担当合格まで伸ばしてきた計算力を維持するためにですね計算の問題は少しでいいからコツコツ回転させてください問題集でコツコツ回転させる、はい、あとは「当連模試で出題された問題で、えー、講師が重要度が高いよっていったものだけは本番でも絶対点数を取れるようにするこれで十分かなと思います。 あの各学校ですね予備校さんあの管理会計論結構特徴的な講師さん多いじゃないですかそカリスマ講師が多いというか <laughs> なんでえっとそういう方にやっぱりねあのファンになってですね管理会計論にこうのめり込んでいく方いらっしゃるんですけどもそういう方こそですね管理会計論に対する時間の使い方は注意してください管理会計論をやりまくってもコスパ悪いですからね基本論点をしっっかり解いていってて 当然と模試の復習。あと理論のある程度の理解。これがあれば、基本的に管理会計論はいいです。それ以上やりすぎないようにしてください。皆さん注意してください。あと5科目ありますからね。この管理会計論1科目に集中しても、残り5科目のバランスを崩すようだったら全く意味がないですから。はい、管理会計論だけで合格できる試験ではないので、そこだけはちょっと意識していきましょう。はい。で、え財務会計論ですね。2日目の 午後合気に影響すする重要科目です毎日コツコツと勉強してください。はい、個別計算問題理論総合計算問題まあほとんど連結ですねこの総合。この形式です。で配点は他の科目の1.5倍の300点満点です。やはり重要科目だと思っていいです。ね、で理論はキーワードがあっていれば 自分の言葉で書いてもオッケーです。論述はオッケーなんですけども、近年は基準通りの言い回し、こっちの方が点数が高く来てます。なので、えっ、ー、と、当連とか模試とかはですね、あの模範回答の記述をちょっと意識して、えー、似たような問題が出たら論述できるようにしていただければと思います。 ただどうしてもあの基準が頭から思い変わい場合は自分の言葉でざっくり書いちゃいましょう、はい、部分点を拾う感じですねで計算は担当合格レベルを維持すれば OK ですでとにかくですね担当の計算力を守るで理論は論述のインプット講義をしっかり受講して、まあ、理論の問題史を少しずつ進めていくという勉強方法になると思いますで計算の範囲が膨大ですね まあ公認会計士ですからしょうがないですけれども、計算の範囲が膨大なため、ですね短い時間でもいいですから、計算問題集をコツコツ毎日解いていってください。毎日コツコツ解くと。で、総合問題は難易度が高い問題が出ても、ですねその中から解ける箇所があります、必ず。部分点を取れる箇所があるので、それを見つけて部分点を取れる訓練をやっていきましょう。はい、<laughs> で、えー、まあ、 特に連結ですね。連結って当連とかあと総合計算問題集とかの問題集とか解く時って結構億劫になりません皆さん <laughs> あのめちゃくちゃ時間かかるじゃないですか連結ってなんであのまあおすすめとしてはあのテキストに書かれてる連結のあの流れあるじゃないですか開始しばきから始まるあの流れをテキストで追うだけでもいいですよ全然。 あちょっとそろそろ連結の復習しないとなじゃあ問題解こうと思ったらもうなんかがっつりなんか45分とか60分とか取られるじゃないですか連結ってで解答解説が見てなんか丸つけとかしてたらとんでもない時間かかるじゃないですかでも連結はやっぱりある程度インプットをですねこう少しずつやっていかないといけないですねあの定期的にやっていかないといけないので基本的にテキストに書かれてるあの連結の流れをテキストで見てで目をつぶって 書くみたいな白い紙で書く連結の流れ開始仕終わからそれだけでも全然勉強になりますんであの連結ちょっと復習しないとなっていう段階に来たらですねそういったを書く練習ですかね連結の開始仕終わからの流れを書く練習だけでも全然いいと思います。あとテキストの説明を目で追う これもねかなりいいと思いますんで連結もし復習するんであればぜひこれをねやっていただければと思いますあとですねえっと配当配当可能額ですかあのあるじゃないですかあいつあの自分あれもたまに見といてくださいあれ知ってれば解けるでしょあれああいう連中ももうこれは今お話したのは担当と論文を共通して言われるんですけども連結と一緒でですね。 回答可能額の計算方法とかもこう書き出して問題解くんじゃなくても書き出してやれるかどうかだけ見ていただければね復習になると思いますのではいでは次いきましょう3日目の午前です起業法ですやはり範囲が広くて難易度も高いです答案構成を考える練習が肝になります、はい 試験範囲が広くてです、ね、問題文を読み取るのが難しいです、知ってる方は知ってると思うんですけどで全体的に難易度が高くて、えー、苦手にしている受験生が多いです。で、論述にはです、ね、企業法特有の型があります。で、インプット講義はしっかり受講してその型を学んでください。 まあレックだと、あの、論文グレードアップ講座の森村先生のですね、こうやって書くんだよみたいな。この形式はこうやって書くんだよみたいな感じで教えてくれますんで、その通り書きましょう。で、論述の行は限られてまして、まあ、複数行ありますけども、結局、まあ、限られてますし、さらに型にはめる必要があるので、答案構成をしっかり考えてから回答する癖をつけます。これ、何が問われているんだっていうのを考えて、じゃあ、こういうのを書こうっていうね。 ちょっと私は詳しく説明できませんけども、はい、まずどう書いていくかっていうのを決めてから書かないといけないですね。じゃないと書いてる最中に余計なことも書いてしまったりとか、えー、論ずれしたりとかねあの全然違う話に書いちゃったりとか話を書いちゃったりとかしちゃうんでまず何書くのか初めに決めてからであとは本番で書くとそっちの方が最終的には時間効率はいいです。 特に自分で何書くか決めずに流れで書いてしまうとただ長い文章だけ書いて点数が来ないっていう例がほとんどですからまず最初に何を書くかを決めていくで近年とにかく難しいので講義で取り扱ったですね理論問題集とかをもとに講義をやると思うのでそれとあとえ当案あ当連ですねあと模試で出題された問題 こ,のこれの類似問題は解けるようにして本番で似た問題が出たら点を取れるようにしていきましょう。はいまあ、結論としてこんなこと言っちゃいけないんでしょうけども試験員の関心ですね試験員が今どんなことに関心を持っているかっていうのを踏まえた出題を意識した答弁とか模試をどれだけ解けるかにかかってるような気がしますもう近年はこのレベルまでいくと。 また会社法の改正ごとにですね学説っていうのがたくさん出てるんですけどもそれらの状況を踏まえてそれを意識した講義問題集答弁模試っていうのを各予備校専門学校が用意できるかっていうのがぶっちゃけ重要になっていると思います。で、まあ、レックの答弁とかです、ね、あと理論問題集からかなり出題が <laughs> されてて結構的中してるっていうのはあの皆さんよく あのおっしゃっていただけるんですけども、まあ、これらをですね非常に研究した2名の講師さん森村先生とあともう一人志村先生という方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方がですねこう作ってるのでまあとですね、えー、と担当のオプション講座でですね、えー、築城解説講座っていうのがあるんですけどもレックにはそれについてくる築城テキストっていうのがあるんですよ。 それは結構論文にも結構生きてるようで買っっていいる方が結構いらっしゃいますあの、まあ、条文をこう整理できるように作られたテキストなんですけどもそれを結構たまに読んでですね頭の中で条文の整理をされてた方も結構いらっしゃいますんでまあ築城解説講座ですね担当の対策講座なんですけども、まあ、論文で問われるまあ条文がこう並んでますんで。 えー、頭の中の整理でですねもしあれでしたらご購入いただいてもいいかなと思います。はい、はいえー、3日目の午後で最後の科目ですね。えー、皆さん、多分本番だとですねこの3日目、ヘロヘロです、多分経営 <laughs> がヘロヘロになっていると思いますので、えー、ぜひ集中してここはねやらないといけないですね。で新科目で で,ですけどもボリュームはぶっちゃけ少ないです手を広,す広げすぎないようにしましょう、はい、これ何かというとですね計算は定典型論点が出題される傾向で、えー、理論は試験範囲が広いので博打性が高いですこれは全予備校をそう言えるんじゃないでしょうかで経営学についての理論など範囲は途方もないのでもうたくさん書籍出てるんで経営学の本ってなので、えー、もうあの手伸ばしたら 永久に終わらないので、講義、問題集、当連模試以外やらなくていいです。はい。関連書籍、これ読めとか、おそらく言わないと思います、ね。で、各学校の予備校先生。まあ、これだけは読んでけようと、一冊ぐらい言うかもしれませんけども、はい。なんで、えっ、ー、と、とにかく理論は、もうこの四つ以外やらなくていいです。で、計算こそが、学習時間に比例して、得点源として、確実なんで。 典型論点論ですね講義と問題集をコツコツ回転させていくことが重要です、計画は。はいまあ、本当は計画という範囲で考えればです、ね、試験範囲は広大なんですけども実際は講師が研究したです、ね、試験委員と取材傾向から考え抜いた講義と問題集と当然ともしだけやるというシンプルな学習方針が一番効率的なので結果としてやる量は少なくなります、ある程度。はい だんで計画はね結構、もしかしたらあの思ったよりは範囲は狭く感じるかもしれませんね。はい、では学習の工夫ですね、ちょっと私からあのちょっとしたアイディアなんですけども、はいえー、問題集の回転率アップ法ですね、まあ、問題集の問題を解いたらですね問題番号ありますよね、問題1とか問題2とか。 その隣にシャーペンでですね、その問題が解けたと。で、今後も解けると確信できる問題ってあるじゃないですか。財務会計の特に。管理もあるじゃないですか、結構。そういうのは問題番号の隣に丸書いてください。で、次の問題。で、解けたけどちょっと不安だと。次解くとき解けないかもしれない、えー。そういったちょっと、うーん、これ、 次どうだろうなっていうのは三角印を書いてあげて間違えたり電卓ミスしたりしたら×をつけてあげてください、はい、じゃあ今度問題バーと全部解いて問題集全部解いて問題集2回目の時は2回転目の時はえっと三角と×だけ解いていってください丸はやらなくていいですでさらにこの三角と×をまた丸三角×をつけていきます この前三角だったんだけど、ああ、もう大丈夫だと。三角消して丸にしてあげるとかね。で、×が三角になったりとかすると思うので、で、こうするとですね、えー、実際に解く問題っていうのが少なくなってきますから回転率が上がっていきます。これは全科目共通でぜひやっていただきたいですね。これはね。はい。で、えー、最後の最後まで、 残った三角は本試験に持ってきましょう、はい、最後の最後まで三角だったりツだったりする問題そこがあなたの弱点になりますから最後そこだけですね目視で確認して本試験に挑めるようにすればいいかなと思います。はい、で間違えた箇所を明確化しましょう。 問題集通れ模試で間違えた問題は解答解説解説ですね解説にどの箇所をどのように間違えたのかってメモ書いてあげるといいですねでポストイットを貼っておくで同じような間違いや繰り返しの間違いっていうのが少なくなると思いますこの問題間違えたっていう記憶よりもちゃんと解説に何で間違えたのか書きましょう、うん、計算パターン覚えてなかったんだったら計算パターン覚えてなかったって書けばいいんですよねとにかく。 でなんで間違えたのかっていうのを具体化させることによって、えー、間違いの傾向が分かってきますしあと書くことによって次ミスしなくなったりしますんでするかもしれませんよただ傾向として減りますそれは間違いなく、はい、なのでちゃんと間違えただけじゃなくてでで間違えたかまで突っ込むそうすると問題もねどん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 こう解けるようになってきますんで。 <laughs> 問題集の,この回転率アップ法と合わせてねやっていただければと思います。はい、でえ論文受験される方にですねこれですね法令基準集ですねえ。論文の当連っていうのは、まあ、レックは2月からスタートするんですけども本試験でも配布されるその年の法令基準集っていうのは実は2月から3月ぐらいの発送なんで。 あの,当連の序盤で,です、ね、手元にない状態があってその手元にあの法令基準書がない状態で解く必要がありますんでなんでですね、まあ、前年の法令基準集を持っているんだったら、まあ、それ使って当連解いちゃっていいです。で持ってない場合はですね、まあ、最新のものが届くまではアマゾンとかで中古でいいので前年のものですね令和3年のものとかをなんか買っておいて。 でそれを答連で使っちゃってもいいかなと思います、はい、とにかく法令基準集はボロボロになるまで使ってくださいあの引くっていう癖をつけるようにしましょう論文の方はね、はい、でどこに何があるかっていうのがそれで少しずつ分かってくると思いますので、はい、で使い慣れてるだけで本番では時間短縮になりますんで是非で本番と同じような環境にするためにもご自身に法令基準集になれるようにしていきましょうはい あとこれコツでも何でもないんですけども普段から服装に注意してください。はいえー、論文本番は夏ですね。で、外は暑くて中クーラーガンガン効いてますからで、クーラーの効きすぎで寒いことが多々あります。席によってはむちゃくちゃ寒くて右手がかじかんでボールペンが力が手に力が入らなかったみたいなことをおっしゃる方も結構いらっしゃったんでなんで普段から温度調整ができるようにですね まあ下着は薄着でもいいので、えー、バッグにあのパーカーとかを、ね、入れておいてあげてチャックでこういつでも脱い,脱いだり着たりできるようなものを入れておくといいと思います。はい、私、税理士試験を受けてた関係であの夏なんですよね、同じ8月なんですよ、税理士試験って。で、むちゃくちゃ暑いんですけど中、むちゃくちゃ寒いんですよね。 っていうのをもう事前に先生から教えられたんでトーレンとか模試とかあと普段からもそうですねもうパーカーとかを入れて暑いか寒いかっていう時で脱いだり着たりするっていう癖をずっとつけてました。でそ,それで着てたやつを本番も着てましたね。<laughs> っていうぐらいあのあの体調管理を注意しろってことをこれが言いたいんですね体調が悪い状態だと論文式試験3日間あるので本当にパワーが出ないと思います。 本来しないようなケアレスミスとかも出てきてしまうので、何とか皆さんで、ね、体調管理をね、えー、徹底するようにしてください。特にあの男の方はね、あの <laughs> もう普通に T シャツ1枚で寒いクーラーの部屋で自習とかしてたりするんですけども、絶対そういうことはやめましょう。あの体調管理がそのまま点数に直結すると思って。 もうたった3日じゃないですか。その3日のためにですね、体調その3日間悪いと点数取れなくて人生ねあのかけた試験を点数取れなくて落ちましたとか、ね、一番悲しいですからあのぜひですね体調管理温度管理をしっかりねしてください。はい。はい、えー、これが最後になりますね、えー。レックのおすすめ講座ですね簡単に紹介していきます。 はいえー、5月の担当式試験を受験される方ですね、まあ、学習経験者に限ります、えー、初めて受験される方はレックだとあの担当合格コースというのがあるので、まあ、それをお勧めしますけども、まあ、1回、えー、試験を経験している方を前提にするとですね、はい 前回のです、ね、この前の12月でも構いませんけども12月の本試験の総得点の正答率が60%未満は担当合格パックっていうインプットがしっかりあるこの担当合格パックがいいかなと思います。正答率60%超の方はですねインプットを圧縮して本試験の解き方みたいな形のインプットに変わっている圧縮担当合格パックですね。こっちの方をお勧めします はい、8月の論文式試験を受験される方のおすすめはです、ねまあ、今から論文の学習をされる方ですね、えー、論文合格コースあとですね、大学生の方はですね大学生応援論文合格コースというのがあります。こちらあの7万5000円で,です、ねえー、コロナ禍でちょっと困窮されている大学生の方が多いということで、えー、特別に今企画としてやっている大学生応援の論文合格コースですね、えーまあ、どちらかでいいと思います。 で5月の担当後の3か月で論文の学習をされる方ですね。担当は担当でしっかりやって、担当受かったら3か月でもいいから論文を目指したいという方ですね。こういう方は圧縮論文合格コースをおすすめしております。インプットがかなり圧縮されてますので、担当の知識を使ってですね、論文を目指すようなコースになっています。はい、こういう方は、あの、当連とかもですね、結構、 全然解けないと思うんですよね多分 <coughs> インプットを全然やっていないし問題集もあんまり解けない段階でどれも同時並行でちょっと解いていかないといけないのでそこはあまり気にしないでいいかなと思います。3ヶ月で論文学習するっていうことは簡単に言えばあの本当に合格ラインギリギリを目指す勉強になっていくので一番重要なのは担当で培ったその知識を特に計算ですねそれを腐らせないようにやっていくのが重要です。 担当を合格している時のあの計算力のピークってすごいですからこの,このピークって意外と論文生からすれば脅威になるぐらい5月合格者って結構計算力が高いです意外と。で論文生って論述とかもやりながら8ヶ月勉強しているので計算力が意外とちょっとねピークから過ぎている状態があるので。 なののでこの5月担当で8月論文、この3か月目指す方はですね計算は多分ねかなり仕上がっていると思うのであとは論述道徳かというのを本当にもみくちゃになりながらでいいですから食らいついてやっていけばぎりぎり合格、絶対狙えると思いますのでぜひ頑張っていただければと思いますね。はい、あとまあ企業法多分当連的中すると思うので <laughs> 企業法はあまり恐れなくていいような気がしますね。 5月担当と8月の論文を同時並行する方ですね、12月の試験の正答率がですね60%未満の方は、担当論文合格コース60、60%を超えている方ですね、この方は圧縮担当論文合格コース、担当のインプット部分が圧縮されています、圧縮担当論文合格コース、このどちらかをですねお勧めさせていただいております。 はいレックはですね、えー、3つのフォロー制度で合格をバックアップさせていただいております、えー、まず一つ目 LINE で質問が可能です、えー、スマートフォンのアプリあれはタブレットも使えるのかな アプリですね LINE でですね講義を担当している財務会計論の影山先生管理会計論と経営学を担当されている二宮先生企業法の森村先生さらに監査論の教材制作をしている石塚先生ですねこの4名に LINE で質問することが可能です、はい、これ結構好評なんですけどねあともう一つ Web で24時間いつでも質問可能です教えてチューターです 回数制限もありません。何回でも聞けます。コースパックをお申し込みの方はです、ね、通学通信問わず、レックのインターネットサービスオンラインスタディ SP に搭載されているです、ね、教えてチューターでパソコン、スマホ、タブレットから24時間、まあ、メール間隔で質問できます。回数制限はありません。はい、受講期限でであればずっとあのご質問ができます あとです、ね、講師に個別相談が可能です。レックのホームページからです、ねえー、個別相談会というのがあるんですけどもそこをクリックしていただければできます、えー、通信制、通学生問わずです、ね、学習上の疑問やです、ね、学習計画の質問など、えー、対面、まあ、最近ちょっと少ないですけど対面、電話、ズームですねこれで講師と無料で直接相談することが可能です、まあ、ちょっと事前予約制になりますのでそこだけ注意ですね。 なな感じになっていますであの私が受験二升簿記とですねあと税理士の受験とかは私は教えてたこともあるし受験生だったこともあるんですけども私が心がけてたのは払ったお金だけ元取りたかったんで質問は結構してましたしょっちゅう。 質問は結構してましまたこのインターネット系もそうですし対面の生の講義を受けてる時もすぐに質問してましたあの皆さんにとってですねちょっと出た疑問あるじゃないですかインプットをやってたり問題集を解いてたりちょっと疑問出るとするじゃないですかそれはもうその日に聞いちゃってくださいでその日に聞いて、まあ、翌日ぐらいに回答来たりとか、まあ、当日回答来たりとかするんですけどもその都度ちっちゃい穴を埋めていくっていう作業がそれがそのまま皆さんの力になるんで。 ああれこれこなんだろう、まあ、いいやで飛ばしてるものって後から実は大きな穴になったりする可能性もあるんでぜひ皆さんはですね質問は結構しちゃっていいです、はい、の先生をね引っ張り回す感じで質問しちゃっていいですで元を取りましょうよね質問1回の人と質問100回の人受講料一緒じゃないですかレックってまあ他の学校もそうかもしれないですけどもなんで質問は積極的にやっていいです ガガンガン質問しましまょう何を質問していいかわからないっていう質問があったらそれも LINE で聞いちゃってください。<laughs> あのとわかんないとか,なんかあの、ね、標準原価計算わかんないみたいなこの最初からちょっと教えてくれみたいなでもいいんでいいので、まあ、そういうちょっと長文になりそうなやつは教えてチューターが嬉しいんですけど <laughs>、ね、LINE だとちょっとね書きづらいと思いますからなんかあのもわっとしたものをねそのままにしないようにしてください。 あとと質質問問ででよくくあるるのががこれ切ってていいいすかみたいな質問が出てくると思うんですよね。あんまそういうことを言っちゃダメだみたいな講師いると思うんですけども、まあ、うちの講師もそう言っちゃうと思うんですけどであっても最後は聞いちゃっていいです。勉強時間が限られててちょっともう回らなくなってきたとこれ,これとこれは切っていいかどうかとかね、まあ、切るんだったらどれだっていうのは普通に講師に聞いちゃっていいです。 企業法はぶっちゃけあんまり切れなくなってきてるんですよね結構まんべんなく出てるんでであればもう担当だったらもう一問一答問題集回しまくるとか <laughs> あと多分あの論文だと当連あと理論問題集で講義で取り扱ったやつだけやるみたいな多分あの森本先生はねそういうふうに回答するとは思うんですけどなんとかあの質問をうまく使って皆さん自身のモチベーションを維持しながら 疑問点を解消して本試験に向かっててください。あと本試験はあの皆さんが理想通りの状態ででで受け入れるとといいいいいう方はほほんんどどななすすそれは社会人の方はもちろんそうだし学生の方もそうだし学習専念の方もそうでやっぱりあのちょっと体調を崩して勉強できない期間があったりとか。 ねえー、モチベーションが上がらなくてあんまり勉強できなかった期間があったりとかで皆さんが理想とするこれここまでやりたいなっていう量の多分7割ぐらいしかできなくて本試験迎えるっていうのがほとんどだと思うんですよたまにいますけどね100%できたっていう人もいますけどであっても本番の試験でやることって言ったら全力を出して今までやったことをそのままぶつけるだけなんで。 なので、えー、必ず本番の試験迎えてくださいモチベーションが下がってもういいやとか思わずに本試験に行って答案用紙を出せば合格する可能性は残ってるんであのやっぱりね途中で理想通り行かないからやめる方が多いんですよものすごく理想通り行かなくてもやれることはあるはずなんですよ絶対に合格するためのなので絶対に諦めないで本番の試験に 必ず迎えてください本当にね惜しいという方が多いので、まあ、レックの論文の合格者の中であのお子様3人いる方主婦の方で合格されてる方いらっしゃいますからね本当に低空低空で勉強して合格されてるっていう方いらっしゃいますからその方ねもういつ、ま、何回も諦めようと思ってたらしいんですけどもまあ一応受けるかみたいな感じで頑張って先生に言われた通りやれば受かってますんで 必ず本試験はね向かうようにしてください。はい。はい。本日は以上になります。レジュメの方にですね、講座の詳細、あと無料で講座をですね、ウェブでお試しで受験できるもの、あとメールで受講相談するですね、フォームに飛べる Q.R コードを載せてますんで、レジュメの方でですね、ぜひ疑問点とかがあったらこちらの方の、えー、なん,てうんですかね。 この三つなんか利用していただければと思います。はいはい、えー、とちょっとねコロナのオミクロン株がちょっと拡大している中ですね、えー、感染症対策をして皆さん来ていただいてありがとうございます。はい、えー、まあ、こういった状況であってもですね多分本試験は実施されると思います。 予定通りおそらく実施されると思いますので、ぜひですね皆さん体調管理を整えながら本試験に向かっていただければと思います。本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。